後方後ろ攻めの日向康幸、相澤雅宏の北日本ラインが進出していきまして、赤番ケージを過ぎます。前受け最強ラインを抑えたのは北日本、3番日向、7番相澤、内に進路を求めて6番シサメイ、中段取りの構えで2番中井達夫、最強ラインは下げて5番手ジャンマへ仕掛けます。1番寺沼拓磨、緩んだペースをかましていきまして、今日は先行勝負濃厚か。3番日向が粘りを見せている。4番内田元気が狙われる形になって、3番手も並んできた。7番相澤外、5番高橋康弘、寺沼拓磨先行勝負も後ろが競りになって、3番日向がインコース奮戦、そして後方6番久野まくり上げ、6番久米、2番中井達夫、さあ底力上位の難関勢が前と迫るが、合わせて1番の寺沼、この間に内田元気番手の争い決着つけていまして、久は2番手外、後方から7番相澤雅宏が縦足を伸ばして2番手と上がってくるか。先頭1番の寺沼拓磨だ、ゴールイン。2着4人広がって接戦。